はいはい、リクエストいただいたスキンケアとメイク用品道具の紹介していきます。まずはこれ、この鏡ね、ニトリで買って、この電気を両面テープでくっつけましたとスキンケアから、今ね、この間も言ったんですけど、仕事で使ってるハーバルピールの在庫がいっぱいあるので、今それを頑張って一人で処分してます化粧水と、これはクリームと、これはファンデだね、 BB ですね、 BB とファンデ、そうそう、これすごい気に入って使ってます。もう3個目かな、これ下地として使ってるんですけど、毛穴が、私鼻の毛穴がいちごっ鼻なのでそう、学生の頃とかね、油出すのとかが楽しくて超やってたら大変なことになりました。皆さんお気をつけて。でこれ塗った後に、これとかこれとか、まあ、これとか、これ結構良かったです。なんだっけこれ、どこだっけ、出てこない名前が、ラッシュ、ラッシュ、そう、ラッシュのちょっとハイライトに使おうかなと思って薄めのを買ってきたんですけど、意外に塗るとね、そんなにそこまで白くないので、全体につけても平気でした。なのでたまにこれ、まあ、気分でどれか使ってます。でもめんどくさいというか、ちょっとそこお買い物とかだけはもうこれだけです。普段十分、これすごいサラサラするし。で、まあ、こっちのねリキッドとか塗った後は、お粉、お粉で仕上げてます。便内か、これが一番好き、無印のなんですけど、もうすごい使ってる、長いことめちゃくちゃ使ってます。お粉です。このナチュラルと、なんかキラキラしたやつ2種類あるんですけど、あんまり顔キラキラするの好きじゃないので、この光らない、キラキラの入ってないナチュラルを使ってます。これもスキンケアですね。化粧水とか塗る前に一緒です。これとこれ、これはもらい物です。でこんな感じ、スキンケアは、まあ、あとこれ化粧した上にシューってしたりたまに使います。これ関係ないけどなんだっけ、花粉症の花、鼻詰まってる時に大活躍だから、もう枕元にでも夜は、朝はね、昼間は化粧する前にやるので、まあまあ普通にやるんですけど、夜はめんどくさいので、もうニベアだけとか、そんなんです。ニベア大好き。でもそう、この間友達から聞いてびっくりだったんですけど、私昼間もね、何もない日はこれつけて散歩とか行ってたんですけど、紫外線に良くないみたいです。なので夜寝る前だけ今つけてます。でこっちはぐちゃぐちゃマスカラでしょ、ここはアイブロウ、これ犬に噛まれた、最悪でこれはリップライナー、私あんまりリップ枠を取らないので少ないです。これアイラインですね、アイライン、こんな感じかな。あとブラシ、ちょっと汚いです。このピンクのやつは Q10 でセットで、そんなに高くなかったんですけど、すごい柔らかくて使いやすいです。私は気に入ってます。
です。であとカラーはこっちです。引き出しの中、なんか私一時期すごいディオールにハマってて、もうこれだいぶ前のなんですけど、2年ぐらい前かな、全部こんな感じ。ここがチーク、こっちアイシャドウかな。でシェーディングとかはこういう色使ってます。そうで、このキラキラもすごい綺麗、ゴールド。あとこれつい最近無印で買ったんです。私結構ねチークがピンク系ばっかり買って、ブラウンとかそっち系ばっかりだったので、オレンジが使いたいと思って買ったんですけど、結構いいです。意外に発色もいいので気に入ってます。あとはもう全然、あ、これはね、あの色がいっぱい入ってるから旅行行く時とかはこれだけ持ってったりします。使ってない、開けてもないやつとかも結構あったり。ダメですね、化粧品はできるだけ早めに使った方がいいのは分かってるんですが、さすがにね、あの化粧水とかそういう系は全部処分しました。粉系だけまだ使ってます。でリップもそうですね、かな、グロスとこっちグロスで、最近買ったのが、もう最近ディオールとか買わないお金ないから、これすごい良かった、私気に入って1本買ったんですけど、後から2本すぐ買い足しました。なんだっけな、ファシオの、見えない、ファシオのパールルージュ、結構発色もよくっていいです、これお気に入り。オレンジも綺麗ですよ。あ、オレンジじゃなかった、ほら、ですね、こんな感じなんかもう色はいっぱいあります。もう化粧品が一時期すごい大好きでハマってて、もう何でもかんでも集めてましたけど、最近は全然買わないだからなんかいいのあったら教えてほしい。それとこれ全然開けてもないけど、これもカラーですね。あれ逆だこんなすごいでしょ、いっぱい色、開けてないまだ、2段になってるんです。あれどっから開ける、あれじゃーん、こんな最近もうね、あんまりそんなにお出かけもしないし、こんなカラフルな色にしなくなったので全然使わないんですが、まあ女の子だったら使えるかなまだまだずっと先だと思いますが、こんな感じにぐっちゃぐちゃです。で、そろそろね赤ちゃん用品を買わなきゃなと思ってるので、このベッドのこつけをどかせて、どかして、ここに赤ちゃんのベッドを置きたいなと思って、すぐ近くにいたいので、これはなんかまあ使うのだけちょっと出して、向こうのリビングに置いて、リビングでお化粧しようかなとか今いろいろ考えてます。あ、そうそう、これこれもカラフルでしょ。これはね、アルタだったかな、どっかで買いました。ちょっとイマイチだったかな、色は綺麗なんですけどね。はい、
以上です。ではまた。バイバーイ。